あ難しい面倒くさいお便りがいっぱい来たぞさあ岡田答えてみろ面倒くさいのが来ましたあの毎回ねお便りコーナーで割と多いのがですねこれから流行る作品はどんなのですかとか世間はこういう傾向がありますそれを踏まえた上でどんなのが流行りますかともう答えられるはずもないしですねそもそも質問の意図も不明なんですよそれを聞いてお前どうするのって思うからですよねでもでねこういう答え聞いてもね活かせないんですよまた僕が当たったことを言ってもですね活かせないことが ところがですねじゃあこういう質問ダメかとそうでもないんですねこういう回答不可能なですね質問にどういうふうに答えるのかと考えること自体はすごく面白いからですねペンネーム井,井上ささんん漫画家さんだそうです、えー、昔漫画家の田中圭一さんがツイッターで「少年マガジン」の部数がジャンプに抜かれた時ある漫画評論家は「アンケート至上主義で、えー、人気を稼いでも巨人の星明日のジョー」のような傑作がジャンプから生まれることはないと語ったと。 ところが、その後どうなったか漫画史に輝く傑作が次々と今同じように漫画雑誌の編集者から SN「SNS から出てくる漫画は出落ち系やその場で消費されているような漫画ばかりだ」「これからドラマ性の高い骨太な漫画が出てくるとは思えない」という意見を聞くけれど主戦場がネットになればそ,そこで磨かれた傑作は必ず生まれてくると思うと田中圭一さんは言ってましたもし今後そのような傑作が誕生するとしてそれはどんなものだと思われますか <laughs> <laughs> ちょっとですねこれうのってえっ、ー、とねこっからどういうふうなものが生まれるのかというよりはちょっと歴史を振り返ってのパターンを見ればいいんですけども漫画の歴史っていうのはもともと書き下ろし単行本があって書き下ろし単行本が月刊誌っていうものが生まれてで毎月毎月同じ日に漫画が出るとなので連載っていうのが生まれでそれがですね月刊誌が週刊漫画になって週刊連載になってで今それがネットになってるわけですね。単に 漫画雑誌とネットの対立関係ではなくて書き下ろし単行本月刊週刊ネットっていうこの流れで見るといいそうするとですね漫画が月刊から週刊になった時によく言われたのが週刊だったら毎週一回盛り上げなきゃいけないと月刊だったら40ページ50ページで一回盛り上げればよか単行本だったらその盛り上げることなく全体で大きい流れを作ればいいっていうのがあるの。 なので、週刊漫画誌からは、「ろくな漫画生まれないというふうに言われたんですけども同じでですね日刊なんですよ。日刊どころかですね一日に3本ぐらい出さないと話にならないつまり一日に3回盛り上がりがなきゃいけないとですねでもその漫画っていうのは月刊誌が50ページ載せてで週刊になると大体18ページになったんですけども 毎日毎日僕はネット時代の漫画毎日毎日掲載が当たり前になると思ってるんですけどもえとですね1コマからででいいと思うんです。絵はそれなりに描いてる必要があるんですけどもその日描ける分だけっていうことですねその1コマから3コマを毎日毎日発表してそれが1コマごとに面白いこれは難しいところですね。 昔は、見開きごととに面白いとか、18ページで山を作るだったんですけども1日面白くなかったらもう見るのをやめてしまうかもわからないのでネット時代っていうのは毎日面白い山がありっていうようなことで大喜利のフリップみたいな絵を見て一言みたいなものになるかもわかんないんですけども1コマコマか。 まあ多くても三コマぐらいのものを一日最低一回、できれば三回というのがです、ね、あのこれからの漫画の姿だと思います。えー、なかなか面白い質問だったので、ステッカー一枚差し上げます。次です。世田谷区のハイゼンベルグさん。岡田さんがブレイキングバットにハマっていた頃から、放送を追いかけるようになりました。一番好きな放送はゴシック建築の回です。建築様式の変化と西洋の歴史の関係性を知れて、非常に面白かったです。 これは今後の放送に関する個人的な希望ですが日本のアニメとアメリカのアニメがいかに影響し合ってきたかを語っていただけると嬉しいですえさて本題に移りますここ最近アベンジャーズやゲームオブスローンズなど世界中にファンを持つスケールの大きい作品が幕を閉じましたビッグバジェットの作品として満足度も完成度も一つの臨界点に達したように思われましたそこで質問です次の映像 産業におけるヒットの流れはどのようなものになると予測されますか <laughs>。まただよ <laughs>。持論を展開して、そこで <laughs> 質問です。次はどういう,うになると思いますかって <laughs>。学会でもよくある質問だちくしょう <laughs>。でも、こういうのも頑張って考えてみると、やっぱ面白いことが出てくると <laughs>。えっとですね、僕基本はですね、あの。ここから先、そのビッグバジェットの作品が一段落した後はですね。逆のですね。 あのバジェットがひたすら安くて見る側もお金がかからないどころか時間もかからない作品になっていくと思ってるんですね。あのカメラを止めるなというのがあれも低予算だったんですけどまだまだ予算がかかりすぎていると。あのアニメも実写も漫画もすべてユーチューブに近づいていくと。つまりプロが作る映像とかですね娯楽以外にアマチュアの人というか全世界にユーチューブ作家の人たちがその中にはものすごい金をかけて例えば1000万かけて 何とかを買い占めてみたというような3分のやつをやる人もいればですね全くお金かけずに近所を撮ったり自分が喋ってるのを撮ったりするだけで10分とか15分の動画を投稿する人がいるでその中でどんな人が出てくるのかわかんないっていうのがアニメとか実写ととか漫画で、で全てててそれがやっっくると思ってる思んですね。実際その全てが YouTube に近づいていくっていうのは例えばその2時間の映画でどんなにヒットを出してもですね 100万人いるという現状の方がすごいというかですね、動員数としてはすごいわけですねそれを毎日あの見てるわけですからで、僕はあのゼミをですね岡田年男ゼミっていうのを毎週90分から120分にやってますでガンダムもですね毎節後節入れたら大体毎週ですね45分やってると。つまり毎週165分ですね165分ですね1年で137時間。 僕はです、ね、新作の動画をです、ね、延々提供してるんですね。この1年間で137時間って何かというとアニメ1話24分で換算するとです、ね、実に毎年僕はアニメーション30分のアニメに換算すると343話分ですね動画を皆さんに これ1クール12話のアニメで換算したらですね28シーズン分提供しているんですけどもこれは全盛期「ガンダム」や「イデオン」をやってる時の富田さんよりも,もちろん多いしそれどころかですね現在のサンライズや東映動画より動画生産量が多いんですよ僕個人でですよ。でそののうち半分がです、ね、半分以上がです、ね、無料のです、ね、YouTube で,公開してますであのー。 同じようにですね、毎日5分の動画をアップしているユーチューバーたちもですね、1年続ければ、まあ、年に30時間動画提供していることになる。テレビシリーズのアニメに換算したら、76話分をですね、一人一人のユーチューバーがですね、あの、この世界にですね、動画をですね、生み出しているわけですね。で、これはですね、どのユーチューバーもですね、全盛期のジブリの,あの映像生産量の10倍ぐらいをやってるということになるんですよ。 と娯楽産業に関してこの無料でどんどん提供するという流れは止まらないでその無料の中からですねじゃあ,あのここから先は有料ですって今僕がやってるようなものはですねもうあのこっちが大きい方の流れになってきてしまって。 で、ビッグバジェットの映画っていうのは、そういうので成功してから持っていくようなものになっていくと思うんですね。だから僕も、ひょっとしたら5年後ぐらいの将来ですね、いきなりですね、えー、予算3億をかけたですね、岡田斗司夫ゼミっていうのですね、なんだろうな、あの、イタリアのチネチッたあたりでですね、映画撮影所でですね、ローマの街を再現してやるかもわかんないですけども、そんなことがあるかもわかりません。えー、面白い質問ありがとう。ステッカー1枚差し上げます。 岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。えー、毎晩ですね、たい夜の7時ぐらいに、あの、新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。